わすいだせ、こちら篠のアリスの魔晶石購入の画面なんですよ。でね、これは課金をして魔晶石をゲットする形になるんですけど、今回は魔晶石を課金してゲットしないですよ。無課金で初心者さんでも誰でも大量にゲットできる方法いきますよ。いろいろとね、課金すると高いんですよ。でこの中でもね、値段がバラバラでゲットできる魔晶石の数もねバラバラなんですけど、一番安い内容でいくと上の方にありますね、こちらの一番上、魔晶石12個で120円なんですよ。で僕実際ね無課金なんですけど、これね1円もお金かけてないんですが、今現在だけで13643個魔晶石あるわけなんだけど、さらに今からドーンとねガクーンと増えますよ。もうバンバン増えますよ。見とってください。結果をね見せたいんですけど、ステップが全部で4つあるわけなんですよ。ステップが4つあるわけなんですが、今から順番に説明してきますんで、特に初心者さんやこれから始める方は必見動画かなと思いますよ。これ意外とね知らない人も多いわけなんですよ。意外と知らない人も多いわけで、今現在僕が 13,643 個魔晶石ありますよって言ったんですが、これもね一切お金使ってません。一切課金もしてませんよ。さらに今からガクンと増えますよ。ドーンと増えますから見とってください。どれだけ増えるかもねちょっと気になるところだと思うんですけど、やり方がまず4ステップあるって言ったんですけど、まず4ステップ目の1ステップ目が、このゲームねログインするときにもらえる魔晶石とかあると思うんですよ。その他にもねもらえるものがある。魔晶石以外にももらえるものがありますね。その時にゲットしますよということで、手順1がログイン画面からですね。そして手順2がガチャの方行きますよ。下の方行くとガチャがありますね。一番下にメニューの隣1個左ですね、ガチャがあります。ガチャを押してもらって一番下にスクロールする。そのままそうすると毎日引けるベースガチャってあるんで、まあ、これ押してもらいますね。ここ押すと1日1回無料で引けるんですよ。これはねここをまず引いてもらいます。まあ、ガチャ引いただけでと思うじゃないですか。まだまだあるんでちょっとねこれからちょっと見とってほしいんですけど、まず行きます。ガチャ引きます。これガチャ1回無料で引きました。でもらえます。これね魔晶石以外にももらえましたね、武器の方が。そしてホームに1回戻りますからの、右下にミッションがあるんでミッションボタンがねあります。そこをタップ1回しまいます。そうするとねこの画面に切り替わるんで、左から2番目のデイリー、そこを押しまうとガチャをね1回引いて、さらに引くと武器がもらえたじゃないですか。武器もらえるプラスアルファガチャを1回達成ってなってるんで、こちらコンプリート。ここで報酬の受け取り押すともらえますね。まずここでもらえますね、魔晶石2個もらえます。めちゃめちゃ簡単ですよこれ。さらにさらにこれきますよ、4つ目ね。今受け取ったけどもね、魔晶石2つ受け取ったんですが、まだ上の方に反映されてませんよね。受け取ったんですけど、左上の方にね、一番画面の左上の方に13643、これ最初と変わってないと思うんですよ。これね13643の個数が、そこでここからなんですけど、皆さん知らない人も多いんでいきますよ。さらにこれすっごい増えるんで、めちゃめちゃびっくりしますよこれ。でね右のところにね、一番右の真ん中らへんに宝箱のマークがあると思うんですよ。そこ押してもらいますね。ここ見てもらうと魔晶石 ×2 ってあるんですよ。これってさっき回したガチャを1回達成ミッション達成報酬って書いてあるんですけど、これがね受け取ったみたいな形だったんだけども、ここに入ってます、プレゼントボックスの中に入ってますということなんですよ。でねこれをどん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 受け取りたいわけ。そこでまだねこれ知らない人もいるし、これ受け取らないと反映されませんよということなんですが、実際受け取っていくと、今までの分ね僕無課金で一切お金使ってませんけど、結果的にどうなるかをねちょっと見せたいこともあるんですよ。もう本当に所持上限のため受け取れないアイテムがありましたってなるぐらいでもバンバンもらえるわけなんですよ。すっごい増えますよ。魔晶石ももちろん増えるし、他のアイテムもバンバン増えるし、すごい今受け取ってる最中なんですけど、めちゃくちゃ増えますんで、これ見どころですよと。いくつ増えるんでしょうか。最初はね 13,643 だったんですけど、個数が今増えていってますね。徐々に増えていってますね。どんだけ増えるのかちょっと楽しみではありますね。これはね
そんなにねバン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 1年も2年も放置してたわけじゃないんですけど、すごい増えていきますよ。でね、これ戦いとかもほとんどやらない状態でもゲットできることなんで、これはずーっとねステップ1からステップ4まであったと思うんですが、これをやっていくだけでこんだけアイテムがもらえたり、すごいねめちゃめちゃ魔晶石も増えていくわけなんですよ。もうものすごい勢いで増えていきますよこれ。まあこれはとにかくねバン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 受け取っていくわけなんですよ。すごい今現在1万4000超えてますね。現在でも1万4000を超えております。ものすごいですよこれ。お金に計算したらね、課金もししたらいくらって計算したら多分とんでもない額になりますよ。上限ですとアイテムがいっぱい溜まりすぎてて一気にもう受け取れないぐらいたくさんありますんで、めちゃくちゃね、ゴールドの方もねすっごい量なんですよ。めちゃくちゃ多いんですよこれ。とにかく多い。もう1万5000超えましたね今の段階で。今の時間で超えましたと。かみってますね、結構かみってますね。すごいですね、徐々に増えてっております。これは今ねずっと受け取ってるんですけど、まだまだ手に入りますね。とんでもないぐらい手に入りますね。これはやばいでしょう。今16,944いきましたね。でジョブの方もどん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 もらえていってますね。何かでゲットしたジョブとかですよね。これ多分ガチャとかね、ログインのボーナスとか、まあいろいろといろんな面でねゲットできる形があると思うんですけど、はい、来ましたね。これで全部ね一応受け取れる分だけ受け取りましたと。あともね装備の方もあるんですが、武器の方ねあるんですけど、こちらの方はね枠を広げるか、まあこれをねいろいろと合成をするかでまた受け取れるような形になると思うんですけど、結局この簡単なステップで僕はね 18,608 のね魔晶石になりましたよ。 18,000 のね魔晶石をもし買おうとするならばすっごい金額になりますよこれ。一切お金かけずに完全無課金で誰でもできるねやり方だと思いますんで、これぜひ参考にしてみてください。まだねやったことないとか受け取ってないとかいう方はぜひねプレゼントボックスの中から受け取って、ガンガン魔晶石を集めてガンガンガチャを回しましょう。これでねいい武器いいジョブどんどんゲットできるんじゃないかな思いますよ。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。